はい、皆さん、こんにちは、ゆずひこです。それは今回なんですけども、D 払いが全員にもらえるキャンペーンを開始、しかし、きつめの条件付きということで、まだですね、僕の動画では、まあ、D 払いについてのキャンペーンというのは、これまでお伝えはしてなかったんですけども、今回はそのドコモが提供する D 払いっていうのが、キャンペーンを開始したので、これからお伝えしていこうと思います。それではまず概要からなんですけども、継続ボーナスくじ第1弾、4月末までにご利用された方全員にもらえる D ポイント最大1000ポイントゲットということですね。まあここに書いてある通り、もうすでに期間は5月24日から5月31日までというふうに出てます。で、今回の応募条件、ここがもうポイントなんですけども、今回応募条件2つありまして、2018年の4月の24日から2019年4月の30日に D 払いアプリで町のお買い物をお支払いされたことがある方ということですね。4月の30日までに D 払いアプリのお支払い履歴がない方はキャンペーンの対象外となってます。そして2つ目の条件なんですけども、今回のキャンペーンの期間内ですね、まあ24日から31日の間の D 払いアプリのお支払い金額の総額が200円以上の方が対象ということになってます。まあ一応確認のため下の概要欄にも応募条件は記載してます。なので簡単に今回の条件をまとめると、 D 払いでこれまでお買い物してきた人で、なおかつ今月の間に200円以上 D 払いでお買い物した人が対象ということになりますね。なのでまあこれまで D 払いを使ってない方からしたらちょっときついキャンペーンになるかもですね。そして申請時期なんですけども、2019年の6月以降ということになってます。あと有効期限に関しては申請日から3ヶ月間というふうになってますね。はい、ということで今回の動画いかがだったでしょうか。第1弾という風にキャンペーンの時に記載があったので、もしかすると今後も第2弾第3弾という風にまあ続いていく可能性もあるかもしれないですね。そしてまあ先ほども伝えたように、 D 払いをまあこれまで使ってない方からしたらあまり関係のないキャンペーンかもしれないんですけども、もしですねドコモユーザーの方で D 払い使われている方であれば、かなりお得なキャンペーンなのかなと思うので、ぜひ試してみてはいかがでしょうか。ということで、この動画がいいなと思ったらチャンネル登録、グッドボタン、あとは Twitter もしてますので、 Twitter のフォローなどしていただくと嬉しいです。ということで本日はご視聴どうもありがとうございました。